どうも、雨上がり決定の宮迫です。今日はある方のところに突をしに来たんです。はい、ですが、はい、とんでもないミスを犯してるぞ俺らは。申し訳ありません。大変申し訳ございません。マジで、はい、突の師匠である山さんに、はい、顔向けてけ。はい、そうです。こんなミス考えられんぞ。はい、突されるから何も知らんねん。何も知らんまま見てはんねん。でもこんなミスされたら、もう突され損やわ。いや、全員の責任や。はい、謝ろう。謝りましょう。ほんま、こんなミスありえんで。宮迫です。はい。郵便です。おはようございます。おお、来た。おはようございます。おはようございます。え、なんですか。え、なんで。トツです。トツ。トツなんですけど、本当にすいませんでした。はい。申し訳ない。え、極楽の山さんにいろいろ教えをこうて、いろいろトツをさせてもらってるんですけども、はい、そのトツするにあたって、絶対やってはならないミスを犯してしまいました。はい、もう本当に申し訳ありません。申し訳ありません。もう、いいよ。いや、申し訳ない。すいませんでした。ちょっと声が申し訳ない。それもそうです。本当に申し訳ない。ちょっと声が大きいです。この辺ほら、玄関申し訳ありません。大きな声です。意味が分かります。意味が分かります。大きい声は謝るのに大きい声でした。まず、状況全然分からないです。いいですか。はい、突するときに絶対必要な、はい、クリスタルガイザー。はい、クリスタルガイザー、はい、注文し忘れておりまして、代わりと言ってはなんですけども、あの僕のいつもねスポンサーについてくれてるあのシリカさんを持ってきたんです。あのちょっといや急には困るんじゃん。急には困るんですよ。ちょっといいですか。ちょっと言ってくれないと。そうだ、ちょっとちょっと一回心配です。すぐすぐすぐ入ってる。あかんあかん。いろいろコメント欄にあったからさ。うっそ、うっそ、お待たせしました。うっそ、お待たせしました。今何？今の何なんですか？一括締めて、なんで何を待たされたんですか？このご時世なので、ちょっと消毒とか、謝罪の気持ちが強すぎて、消毒のことすらは、もう申し訳ございません。声が大きいんですよ。声が大きいの。いや。同じ真似しろっつって。新しいギャグの練習じゃない。ここ大丈夫っつって。ああ、そういうことです。声が大きいから。一回中で説明させても。何を何しに来た。ちょっとすいません。一回連絡してくる。いや、でも突ですか。すいません。突ですか。すいません。ちょっと一回だけ説明させて。靴。なんですか。でもちゃんとあの。それで一回閉めたんですよ。うん、あのちゃんとあの靴の裏消毒しました。いや、靴の裏消毒したから入っていいんじゃないです。これマナーダメだから。早いです、井戸田さん。何が？靴の下り突っ込むの。いや、わかるもんだって。もうちょっと泳がしてほしかった。何年やってらっしゃるんですか？逆に？いいです、いいです。もう一回やってください。もう一回やってよ。もう一回やってください、じゃあ。嘘。もう一回やってください。行きます。失礼します。いや、もう怖い。急に来ちゃ困るって。新しい事務所ですか。新しいってもう結構経つから。なんか連絡してから来てくださいよ。すげえ。いやいや、もうそういう感じ作ってもらって。いや、靴履いてきちゃってるじゃん。もうちょっと強めに。靴ーとか言ってほしいです。ちょっと。いや、靴ーもう靴履いてるもん。すいません、これ伝統芸能ですので。伝統芸能とかじゃなくて脱いでよ。こっち脱いでるじゃん。はい、それを最初から、すいません。今度からあの、それを最初からお願いします。これ何なの。すいません。まずこれ説明させてください。クリスタルガイザーを持ってきたかったんですよ。でも言い方したいだけでしょ、クリスタルガイザー。クリスタルガイザーを、あの、買おうと思ったら、あの、ビニールのクリスタルガイザーが製造、終わってるんですよ。手に入れようと思ったら
あの並行輸入で手に入れないといけないというのを我々スタッフ僕も含めて知らなかったんです。どうでもいいそんなこと。そしたらばもう間に合わなくて。そんなことどうでもいいんですよ。でも仕方がない、もう ないですから、あのいつもあのお世話になってる飲むシリカさん、飲むシリカさんに、はい、あのちょっと お力をお借りしようと思ってこれを持ってきました、うん、むちゃくちゃいい店なので、はい、はい、これは本当にいいものなので、うん、これはあの飲んでください。あ、これはあんま強く言っちゃダメなやつ。あ、あの本当にお世話になってでもすごいっす、これなんすか。いや、セットですよ。すごいっすね。いやいやいや、ちょっとあんまりやめて。なんか電気つけちゃっとするでしょ、なんかえ、するでしょ。しない、強いやつしないし、強いやつやるでしょ。やめてくださいってバーの濁点なんでバーの濁点やねん。ハンハークになる。濁点だけ取らせてください。ハンハークになる。それだったらちょっと近づかないで。ごつっこんなにごついの。鍛えてで、何してきたんですか、マジで。急に来られるのは困るんですよ。連絡してくれないと。一報入れてくれたらもう心よく受け入れますけど。でもトツは一報とかじゃないので、すぐに俺を痛いっていう。そう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 。それ何なんですか。ちょっと濁点だけ取らせてください。濁点、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 最悪だよ。いいな。最悪。自分でやったんでしょ。今もうやり口一緒だよ。マネージャーさんやられました。いや自分でやったんでしょ今。傷害事件じゃないですか。目撃してましたよ。傷害事件じゃないですか。これはあ今れっきとした暴力ですよ。傷害事件じゃないですか。ないでしょまず。だってもう最悪だよ。片付けてよ。もうちょっと一本いただいていいですか。持ってきたでしょ。どなんか俺かなんか分かんないけど持ってきたやつ。もうでもどうなってんの。喉だか。どうなってんの。何するな。何しに来たんですか。あの一番お礼なんですよ。お礼。やっぱりあのいろいろ私ありまして、2年前にすごくなんかもう YouTube 始めてもなんどうしたらいいんだろうっていう時にね、一緒にお仕事した芸人さんと絡みたいなと思ってたけど、まあいかんせんいろいろ状況があって絡めない時に一番最初にオファーをね、うん、あのくれたハンバーグ師匠が、うん、もうあまりにも嬉しくて、もう改めてその時最初のあの電話がどれだけ僕に勇気を与えてくれたかっていうのを改めて、あのちゃんとお礼を言うてなかったんで、うん、改めて本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、もうこれを言いたかったんですよ。こんなやり方じゃなかったら気持ちよかった。え、こんなむちゃくちゃにして。おかしく、お礼言いに行きますよって言いに行く人います。いますよ。えちょっとお礼の品があるんでなら分かりますよ。こんな来ても靴でも入るし、サプライズですよ。サプライズって嬉しいでしょ。その広島イントネーションやめな。いや、これは師匠の伝統なので。あんなもん師匠、あんれを師匠って崇めてたらやばいよ。サプライズで来るのは分かるけど、この水とかぶちまけたり勝手に来るとかは、飲むシリカね。飲むシリカとかぶちまけたら勝手に来るのが嫌なんですよ。香るな、そう。勝手に来て文句言って。いや、これでしょ。顔も出るわ。湿気がエグいな、ほんで。半地下だからね。湿気が。クーラー。クーラー。ちょっと何なの、腕太。だって事務所だってどうして知ってるんですか、これ。教えていただきました、マネージャーさん。まあ、そうでしょうね。ありがとうございます。ハンバーグ師匠がいるとか言ってないですか。言ってないですか。言ってないですよ。それはあんな玄関で大声で謝られて、もうちょっとマネージャーさん方ちょっとおかしくないですか。自身がハンバーグと規制を発し、大きな声で叫んで、それでお金を稼いでる人が大きな声を出すな。トン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 を俺よりも早く使いこなしてるじゃないですか。もうこれ僕の今すぐ生まれたやつなの。これ僕のです。これはあの新しい事務所なんですか。わかりました。へー、はい、ハンバーグの事務所。儲けてらっしゃいません、師匠。儲けてないです。いや、めちゃめちゃ広いですよ、ここ。儲けてないですけど。天がめちゃめちゃありますね。ちょっと、師匠なんすか、これ超巨大天が。違う違う。誰よ。これは、おもちゃですよ。これ天下じゃない。天下の入れ物です、これ。天下って書いてますもん。誰用なん、こんなん。部族のテニスカバーですよ。これは、中に T シャツが入ってたんですよ。
T シャツにするんですか。違う T シャツのあのゴワゴワ感でいくんですか。やめてしょ。いや、なんなんすか、マジで。でも本当、俺が言いたかったそれだけです。はい、ありがとうございました。いや、普通に来てくれたらよかったんですよ。こんな無茶苦茶なやり方して。はい、はい、はい。分かってます、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや、そっちもよ。はい、はい、はい。態度悪いな。態度が悪いよ。やめろ、はいを。はいをやめろって。うん、いや、やめて、ふんふんふんじゃないんだよ。はいを本に書いても、どん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 。じゃあもう帰ってください、本当に。すいません。帰りますわ。ちょっと暑かったんで。暑い気持ちやな。クソ気持ちやな。クソ暑いで。帰れ。クソ暑い。過ごしにくじぶじゃったで。だつまずで。ありがとうございました。帰れ、早く。いつまでいいんだよ。残っちゃった。すみません。帰れよ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。宮迫さんに近くにいるからってお前ら調子乗んなよ。行けよ早く。出ろよ早くもう。出てけ。はい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 。嘘やめろ。同じことをするの。すみません。ありがとうございました。疲れましたね。いやでも感謝の気持ち伝えられてよかったです。はあ。え？大きなお願いがあった、忘れてたわ。お願い？そうや、そっちがメインやったわ。お昼時やな、今。そうです。お腹減ってるやろな。ちょっとな、ミーアイツでオムライス作ってきて。すぐ私に行こう。作ってきたんすか？作ってきた。違うの、私の宮市です。宮市です。宮市。腕太っ。いった、なんすか。宮市です。何宮？宮市？はい。違うやつやってんの今。はい。ちょっとあの重大なこと忘れてまして。お腹減ってるんですよ。ちょうどお昼時で。腹減ってますけど。はい、それも今からみんな食べに行く。宮市です。大丈夫です。なんですか、ミーアイーツですって。ちょっと中入りましょう。なんで？中入りましょう。なんで？もう嫌だ。中入りましょう。え？ミーアイーツです。なんで入ってくるんですか、ちょっと。ねえ、なんか。いや、靴！ありがとうございます。靴！またやってる！靴！恥ずかしいんですよ。学習能力ある。学習能力ある。やっぱ長年やってる学習能力ありますよね。いや、さっきの時に一緒にやったらいいじゃないですか。いや、これ忘れてたんですよ。忘れてたんです。あのちょっと一回食べましょうか。お腹減ってるでしょ。オムライス触ってください。まだあったかいですから。本当だ。一緒に来たらよかったじゃないですか。持ってちょっと電化添えになっちゃった。付き合わせがね。付き合わせ。すっごい疲れるんだけど。はい、すいません。ケチャップ。あ、いいです。ちょうどいいですね。いや、ここだけ使ったら本当に俺天下にケチャップ入れてる人なのかって思いますよ。で、ちょうど大きさで。まあまあ食べてくださいよ。ありがとうございます。ごめんなさい。僕の得意料理です。変なこと一切しております。あ、さすが。うまそうですね。いただきます。普通にある。むちゃくちゃうまい。ありがとうございます。むちゃくちゃうまい。はい、普通にうまいオムライス。これ宮迫さん作ってるんですか。はい、もうはい。毎、まあ、回僕が作ってます。むちゃくちゃうまい。おいしいでしょ。卵ふわふわでしょ。うわうわ。巻き方も上手。ありがとうございます。この間これがね、ちょっとあるレストランのところで、あのこれウーバーイーツするっていうあの案件的なものが来たんです。来たんですけども、緊急事態宣言が伸びて伸びたために、そのお店が、なくなってしまいました。入れ物とか、いろんなもん監修して、いよいよ売り出すぞ、伸びて伸びて店なくなっちゃって。コロナがね、いろいろ大変ですから。そうそうそう、大
ないですから、あのいずれなんかしたいと思います。はい、食べましたね。はい、うまい。あのここでお願いがあるんですけども、ハンバーグ師匠ってフェス的なことやってらっしゃいましたね。結構な方がなんかビッシュ、ゴーイングアンダーグラウンド、はい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 、あのそうそうたる芸人さんもいっぱいところが出てるっていうのはお聞きしたんです。はい、なんであの出せよ出せよ。はい、いや先輩ですけど、はいはいはい、出せよって言ったんですけど食べたからって。これ食べたらもうハンバーグフェスに出る権利を得たっていうことですか。だってさ、もう世の中どのような人もやっぱりあの働き、休みに対して働き、自分で稼いだお金で、あのやっぱり衣食住、ね、もう食に関してもお金を払って食べるもんじゃないですか。何か対価と交換じゃないですか、そういうのって。半分近く食べてしまってるわけですから、それを何もなしに食べれると思ったんか、OK。で言葉遣いが途中からわけわかんなくおかしいんですよ。めちゃめちゃ美味しかったでしょ。むちゃくちゃうまいです、これ。めちゃめちゃ美味しいオムライス、何もなしに食べれるわけないじゃないですか。いや、700、800円ぐらいでしょ、だって。いや、値段の問題なんかな。正直もう、あの、すごい疲れてるんです。いろいろ毎日動画撮ったり、なんや打ち合わせやなんやとか。そんなもん、そっちの都合でしょ、だって。疲れてる中、早く起きて、なんとか提供しようと思って、一生懸命作ったわけですよ。汗かきながら。いや、だって、うんうんうん、ちょっと待ってください。うんうんうん、ハンバーグフェス、うんうんうん、おい、聞けよ、ちゃんと。聞けこっちが話しだしたら急にふざけて。あ、そうか。ハンバーグフェスは、はい、2回目やりますけど、はい、はい、はい。そういや、オムライス食べたから出すよって、急にはちょっと、僕だけの一存じゃ決められないですよ。誰ですか？いや、もし俺がそこに行ったら、はい、行くでしょ。はい。そりゃ無理ですよ。そんな迷惑かけられないですよ。ハンバーグフェスってもう、冠ついてるわけですから、もちろん師匠のお言葉である程度影響力はあるわけでしょ。いや、本当に出れるかどうかなんて諸事情があるから分かりませんけども、ただ、師匠が一言言っていただければ、もしかすると出れるかもしれないという、その現地を取りに来たんですよ。だったら、うん、だったら、うん、それ、だったら、いや、話聞けるから。宮迫さんが歌上手なの知ってますし、はいはい、なんかご自身でね、はい、まあ、フェスやってたじゃないですか。何回き、何百万回、ライブね。ライブやりました。はい、あれでもすごいなと思って、俺もあれ見てました。岸田さんとかも、はい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 、あれもうすごいお金かかりすぎたんですお金がないんですね。だからあのいやだったらこの人食べたから出してじゃなくて順番はおかしくないですか。どういうことですか。でも食べましたよね。いや食べたのは食べましたけど食べたから出せみたいな感じだったら、はい、もうそんな200万ですこれ高っ200万ですで俺100万食ったんですか今、はい、高っ。そんなオムライスないでしょ。はい、ないですよ。でもあの自分で作ったものですから自分で値段決めますから。そうそうです、ね、だって俺200万だって分かってたら食べてないですよ。これ200万しますってメニュー表に載ってたから。聞かなかった。いや言わないからそれを。普通に出したら普通に勝手になんか天下からこれな嬉しそうに天下からケチャップ取り出して天下に入れたのはあなたでしょ。だいたい天下からこんなね赤い泥状のやつ出てきたらよくないでしょ。なんか病気ですよ宮迫さんそれはないよ。これもシャーンの食べてしまったもんな。動画にも残っちゃったんですか。あるよね。あります、ね、食べて、美味しそうなんて、美味しい美味しいってずっと食べたもんね。いや、でございます、いいんですよ。この二人がなんか調子乗ってないですか。あ、うちの社訓にあるんですよ。調子に乗れ今すぐ掲げるの下げてください。いや、それをちょっと決められないですよ。その急には。いいんです、いいんですよ。もちろんそうですよ。一存ではもちろん決めれないのは分かってますから、この胸にちょっと置いていただいて、あの打ち合わせ等があるじゃないですか。その時に宮迫さん俺は出したいんだけどねって投げかけてほしいんですよ。いやもちろん俺宮迫さんのことを先輩としてももう尊敬もしてますし、はいはい、でもそういうふうには思ってたんですけども、はい、一回前回もそんな話はしたんですけども、はいはい、どうもね上に持っていくとね跳ねられるんですよまだ分厚い壁があるというか厚い雲があるというか忖度というやつね。出れなくてもいいんですよ。気持ちとして出したいなっていうので、うん、一つ声を、ね、声を上げていただければそれだけで OK です。もし出られなかったらあのちゃんと100万円を払ってください。ふざけてたよそんなもんちょっと出して一口食べるなよ。福ちゃん食べるなよ。
味見はちょっと食べるなって。味見はちょっとおい。ありがとうございます。食べるなよ。卵ふわふわ、卵ふわふわです。卵はね、ふわふわ。変な食ってんだろ、おい。ふわふわでしょ。美味しい。美味しいでしょ。もう200万です。ここはつながってる。これ、ここ食っても、ここまでやったら100万です。ここ食ったらもう200万です。ここ食ったら200万。200万です。はい。結果何しに来たんですか？いや、そのハンバーグ師匠、ハンバーグフェスに出たいってお願いできたんですか？だから、お礼と謝罪とお願いです。謝罪はちょっと急にできてしまった人で。はい、ちょっとあといいですか？なんかさっきもめ落ちたし、なんかちょっとこれ僕知らないですってこれなんでこれ1個200万ですよ。じゃあ自分で指示当たってましたよ。いえ、宮迫さんでしょ、今やったの映ってましたよね。もう動画残ってますね。ちょっとあといいですか？なんかさっきもめ落ちたし、なんかちょっと、おぉ一切売れてないですよ。え、宮迫さんがガーってやったんでしょ、今。400万ね、じゃあ。これを僕のせいにしたって、精神的にすごい負担だったので、ちょっと、損害賠償200万で、ちょっと待ってよ計400万ね。これはないよね。ちょっと行きましょう。なんか、トントンやん。これはないよ。トントンなってる。帰ろう。ねえ、よかった、よかった。ありがとうございました。言うといてや、偉いさんに。やることだけやって。ありがとうございました。取っとけ、これ。行こう行こう。これ。はい、頭トントン。頭トントンじゃない、ほら、取り出す。おい、やめろ。おい、向こう行け。おい、キュー向こう。大きい声もダメだし、そんな言葉を大きい声って言っちゃダメだよ。フェスのこと言うといてください。偉いさんに。失礼します。わかんないです、フェスのことは。言ってください。お願いします。じゃあ、400万、200万。もう分かったから、早く帰ってください。ここにとどまられるのが一番迷惑だから。すいません。帰ろう。大声とかマジでやめてくださいね。すいませんでした。帰ろう。お前のことある。早く。分かった。アホ。おい。